違うんですけど。そう。これ三級乗っけて、三級っつってね。マンスリマンの親父ギャグですよ。そして3番ウッドの下のクラブ、はいはい、2番アイアン使います。2番アイアンですか。ついにアイアン登場ですか。ミドルホールでワンチャレンジアイアンですか。確かにちょっとね、届くかなっていうのはあるんですけど、スプーンであんだけでかいの、これで乗せてもらいたいな、逆にね、ドライバーで軽くって乗せてもね、確かに面白くないんで。マンブルマンです。もうマンブってくださいよ。スーアイアンでマンブってくださいよ。同点や。並びましたね。ちょっとなんかうまくないですか。想像してたマンブリマンとちょっと違うんですけど。結構ね、マンブリマンはひっちらかしてくれるのかなと思ったら、動画的にはね、そっちの方が面白いと思うんですけど、勝負事なんで。すいません、場所前でね、ガチガチですからね。よし、じゃあまた同じラインで。あ、ナイスピョン。これは全然ダメだ。ちょっと力が入りましたね。 ES460D の玉筋出ちゃいましたね。出ちゃいましたね。行こうと思って逆玉が出たっていう。ちょっと続けてまた2番アイアンします。2番アイアンですね。また乗せちゃうんじゃないですか、もうアイアンだったら。どこで勝ったら俺なんかあるんですか。ちょっと急に強くなった。自分でこうね、罰ゲームを出すのもド M なんですけど、実はド S でもあるんです。頭の中ではリーさんに何させてやるのかなって、ちょっとね、悪いことが。罰ゲームですか。ハンデじゃないですけど、4番アイアンまで下げます、はい、下げますか。マジですか。はい、ということで、届くかな。4番アイアンで行きます。4番アイアンで280ヤード。ピンハンデで勝ち上げて、勝ち上げたいと思います。これ届いたすげえな。これ乗ったらすごいですね。
Thank you.
古い。そう、これでリーさんが入れてリーさんが勝ちになるかどうか。もう万能なんかじゃないですね。よし。惜しかった。惜しいの多かったですよね、で思ったよりも難しかった。結局グリーンの幅なんで、バンカーがね、がっちりガードしてたんで、手前からね、転がせればね、フェアでやったら乗ってるっていうのも結構多かった。はい、まあ、お互い結果としては1球ずつっていうところだったんで、まあ、今回私の乗った球数分だけ罰ゲームを書かせていただけるということだったんで、一つですね。そうですね、一個だけお願いします。はい、マムリマさんのチャンネルで対決するときに罰ゲームを持っていきたいと思います。はい、はい、リーさんとこの対決は引き分けということで、はい、これは引き分けということで、はい、ただ罰、はい、罰ポイントが1ポイントだけ、はい、はい、溜まっちゃいましたですね、はい、なのでこれを見てくださった皆さん、ぜひですねマムリマさんの動画を続きですね、はい、見てください。でですね、今回はなんとマムリマンさんの方のチャンネルの対決終了後に、なんかとてつもないプレゼントを用意してくださってるという話を聞きました。はい、あ、それも楽しみですね。それはもう見 て, と、ね、見ていただいてのお楽しみということで、ね、はい、でも絶対見ないと損しちゃうよっていうようなすごいものですよね。そうですね、はい、やっぱりね、自分の登録チャンネル登録者数も2万人超えて、はい、リーさんもマンブリゴルフ友チャンネルを開設して、はい、そして、はい、ドラゴン大会で優勝って、はい、結構おめでたいことが続いちゃったんで、はい、あとこれやるしかねえなと。ありがとうございます、はい、男見せました、はい、ゴルフレッテを男気ですよね。もう聞いてちょっとびっくりしましたマジですかって、 そんなん出しちゃうんですかって、はい、ちょっとびっくりしましたんで、ぜひそれも楽しみにしてください、はい、ぜひチェックお願いします、はい。では皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございました。高評価、いいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方もぜひ登録お願いします。では続きはマムリマさんのチャンネルでどうぞ。よろしくお願いします。